ベルベ人の木崎です。本日もオンラインストアに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が明日11月1日の21時にアップされる商品になります。お問い合わせは掲載後にオンラインストアにお願いいたします。詳しいことは概要欄に貼っているのでご確認お願いいたします。本日も T シャツからご紹介いたします。はい、まずこちらチャンピオンボディです。90年代のラージ表記ですね。そしてネイビーボディにハーバードとラバープリントで入ります。はい、ハーバードのいつもの赤っていうよりはちょっと、違った赤のプリントじゃないでしょうか。白と赤のラバープリントです。はい、使用感ございますがトータルで見るとコンディションはかなりいい方だと思います。ラージ表記で僕がダボッと着用できます。お値段が、7800円と消費税です。続きましてこちら定番ですね、ハーバードのカラーです。はい、こちら、トリコタグのエクストララージ 100% コットンのボディです。そしてラバープリントでハーバードと交渉が入ります。カレッジカラーのクリムゾンですね。定番の頃だと思います。バックにポツッとピンホールがありますが、着用に問題になるほどのダメージとは見受けられないです。トリコタグエクストララージです。こちらも僕がダボッと着用できます。お値段が7800円と消費税です。続きましてこちら同じくチャンピオンボディです。はい、トリコタグの5050のボディですね。ラージ表記です。そしてこちらは色残りが比較的濃い方ですね。ネイビーボディにニューヨークヤンキースとラバープリントで入ります。こちらも、若干ポツッとピンホールが、見受けられますが、色残りはかなりいいですね。生地感もまだまだ柔らかいです。ラージ表記です。僕が先ほどのものよりは、はい、小さそうですね。ちょっとダボっとなるサイズ感です。お値段が6800円と消費税です。続きましてお供物です。はい、こちらのタグがついて、エクストララージの表記ですね。5050のボディでしっかり USA 製です。そしてフェードした墨黒のボディに ACDC です。はい、アンガスヤングのグラフィックとブローアップヨアビデオの際の T シャツかなと思います。はい、そしてバックに、はい、曲名ですね入ります。はい、お好きな方多いんじゃないでしょうか。フェード感ブリーシュ飛びとございますが、やっぱりバンド T らしい雰囲気です。僕が、若干肩を落として着用できます。お値段が15,800円と消費税です。で続きましてこちらですね。はい、こちらのタグがついてエクストララージです。はい、5050のボディですね。こちらもそしてリンガータイプで、こちらはビースティーボーイズですね。はい、プリントが染み込みで入ります。はい、ちょっとラメっぽいようなキラキラっとした縁取りのプリントです。そしてバックに、はい、プリント入ります。はい、生地が若干薄くなってはいますが、まだまだ着用いただけるコンディションかなと思います。エクストララージです。僕がダボッと着用できます。お値段が29,800円と消費税です。続きましてもこちら、はい、黒ボディです。はい、ブロッカムのボディで、こちらワンサイズフィッツオールとなっております。こちらは 100% コットンのボディですね。こちらも墨黒のフェードしたボディにジェーンズアディクションのプリントが入ります。はい、しっかりコピーライトも入ってますね。90年としっかり読み取れます。はい、そしてバックにこちら、曲の文言が入る、プリントになります。はい、ワンサイズフィッツオールということもあってかなりダボッと着用できます。はい、いい雰囲気だと思います。お値段が49,800円と消費税です。はい、今回いい音物多いですね。はい、ワイルドオーツのタグでエクストララージの表記です。はい、こちらは 100% コットンのボディですね。ネイビーボディにシルバーチェアのプリントが入ります。アルバムのジャケ写ですね。はい、そしてバックフリークショーの、はい、サインの、ツアーティーですね。はい、ノースアメリカンツアー1997年と入っております。そして回った地名ですね。エクストララージです。こちらも僕がダボッと着用できます。お値段が39,800円と消費税です。はい、続きましてもこちら黒ボディでタグ自体は欠損してしまっております。はい、はい、フェードした黒ボディにペタッとしたラバーのプリントでバッドレリジョンのものが入ります。本日 T シャツいいもの多いですね、かなり。そしてバックですね。レシピフォアヘイトツアーの
ヨーロッパツアーですね、1993年と入っております。はい、プリントが若干こう下目に入ってるっていうのが面白いポイントじゃないでしょうか。こちらもいいフェードした雰囲気です。ラージアップありそうですね。はい、お値段が 29,800円と消費税です。続きましてこちらハーレーのスペシャルティーです。こちらヘインズビーフィーです。しっかり古いボディですね。 S サイズ表記で 100% コットンです。でそして黒ボディにこちらヌードスカルのプリントが入ります。しっかりコピーライトも81年と入ってますね。プリントラバーでかなりコンディションはいいと思います。ほぼほぼもうミントコンディションって感じですね。ボディは小さめになります。このヌードスカルのプリント、リプリントだったりブートものがかなり多いんですけれども、こちらはしっかり完全オリジナルのボディとなります。若干のこの、ステッチがポツポツっと、はい、チェーンス、ロックミシンですね、ロックのほつれが見られるかなといった具合です。 S サイズ表記で僕が、ジャストぐらいで着用できます。肩のあたりに、はい、若干焼けが見受けられますが、こちらもいい雰囲気じゃないでしょうか。首元ギュッと詰まってて、はい、ボディのコンディションかなりいいと思います。お値段が 59,800円と消費税です。かなりコンディションはいいですね。続きましてこちらです。シャツ類のご紹介です。バンヒューゼンのタグがついてミディアム表記ですね。はい、でそして解禁のタイプです。解禁で、クリーム色のようなイエローのちょっと淡い感じのカラーリングですね。はい、サイズ表記ミディアムですが、ちょっと大きめの作りかもしれないです。はい、コンディションはこちらも良好ですね。はい、本当に細かいところで言うとこの辺りに毛羽立ちが見られるんですけれども、もう気になる方はほとんどいないんじゃないかなと思います。ミディアム表記で、はい、僕が、若干ゆったり着用できるサイズ感になります。色気があっていいですね、このシャツ。お値段が 15,800円と消費税です。続きましてこちらです。はい、ミラーのタグがつきます。サイズ表記は、こちらは見受けられませんね。はい、そしてグレーのボディでウエスタンの仕様です。はい、刺繍がしっかり入ってボタンも、かなりこだわられたいいものが使われてますね。はい、100% コットンのボディです。バックだったり袖口の刺繍もかなり豪華なものになってます。表記ございませんが、15ハーフアップありそうですね。16ないかなというぐらいのサイズ感です。はい、着丈長めでウエスタンシャツらしい作りです。お値段が 29,800円と消費税です。続きましてベストを1点ご紹介いたします。はい、こちらアイディールのタグがつきます。いいタグですね。フィッシングのベストになります。はい、針をかける部分だったりとか、かなり、着丈も短めでザ・フィッシングベストといった作りのものかなと思います。ダック地ですね。はい、後ろにハンティングポケットもついていたりだとか、ザ・フィッシングベストっていうもう、ドンピシャで好きな方が多いんじゃないでしょうか。40年代頃のボディです。はい、お値段が、7,800円と消費税です。続きましてスウェット類のご紹介です。はい、こちらチャンピオントリコタグのミディアム表記5050のボディです。ラグランスリーブで、完全にプリントなど目も入らない無地のものとなります。はい、色物で無地使い勝手いいんじゃないでしょうか。若干の色抜けがございますがダメージ等は見受けられないですね。ミディアム表記で、僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が、6,800円と消費税です。はい、こちらもチャンピオンボディです。刺繍タグ90年代です。エクストララージの表記ですね。そしてブルーのボディで胸元にスクリプトロゴが刺繍で入ります。袖にも C マークがつくタイプです。ポツポツと全体的に小穴が見受けられますね。はい、C マークの横あたり、スクリプトマークの横だったりとか、はい、全体的に、小穴が見受けられるコンディションにはなります。はい、こちらにブリーチ飛びですかね。はい、古着慣れしている方であれば気にならない程度じゃないかなと思います。表記がエクストララージで僕がダボット着用できます。お値段が7,800円と消費税です。
続きましてこちらラルフローレンのタグがつきます。エクストララージのボディですね、67% リネン 33% コットンのボディになります。はい、そしてこちらは、ニット地ですね、折りが入ったタイプでポケットもつきます。面白いディティールだと思います。はい、コンディションはかなり良好です。エクストララージで僕がダボット着用できます。お値段が7800円と消費税です。続きましてこちらです。はい、アディダスのタグがつきます。サイズ表記はこちらはちょっと消えてしまってますね。はい、見受けられません。65% ポリ 35% コットンのボディになります。そして、ランディ MC のプリントが入ります。染み込みと刺繍だったりとか、この辺は発泡プリントですね。面白い作りだと思います。首元がちょっと汚れているのと、毛玉がちらほらと見受けられるコンディションにはなります。袖リブもそうですね。はい、そして、面白い作りですね。パイピングが入ってたりだとか、はい、お好きな方ハマる方いるんじゃないでしょうか。表記は消えてしまってますが、エクストララージ以上はありそうです。僕がダボット着用できます。お値段が15,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェットです。こちらタグは欠損してしまっております。そして、ティファニーブルーですね。しっかり古い、年代60年代頃ですかねのもので、この色味かなりいいですね。サビ汚れが若干ポツポツと、はい、全体的に見受けられるかなといったコンディションにはなります。そしてバックも同様ですね。小穴だったりとかがちょこっとあるかなというコンディションです。表記ございませんが、こちらもあったとしたらエクストララージありそうです。僕がゆったり着用できます。お値段が15,800円と消費税です。続きましてこちらヴィンテージのスウェットです。はい、タグはこちらにつきますね。珍しいと思います。フードについてます。はい、ちょっと剥がれかかってはいますが、こちらはダブルフェイスの作りのものですね。グレーでちょっとネズミ色に近いようなカラーになります。ポツポツとフード周りが、こちらもそうですね、ダメージが来ている個体にはなります。はい、ペンキ飛びが袖口にあったりだとか、はい、程よいボロ感でやりすぎてない感じがいいんじゃないでしょうか。表記はございませんが、あったとしたらラージぐらいですかね。ダブルフェイスなのでワンサイズ上げてチョイスするのがいいんじゃないかなと思います。お値段が29,800円と消費税です。続きましてリバースウィーブです。はい、刺繍タグのエクストララージのボディになります。そしてネイビーのラバープリントが1段入ります。もう定番ですね、グレーとネイビーです。若干この辺りに薄地味があったりだとか、ほぼほぼ気にならない程度ではあるんじゃないかと思います。はい、エクストララージで僕がダボット着用できます。お値段が15,800円と消費税です。続きましても同じくこちらグレーボディです。ラージ表記ですね。こちら USA 製ですが、メキシコ製のタグに変わる直前のタグかなと思います。そして、ネイビーと白のプリントです。ラバープリントですね。首元が若干ポツポツとダメージが来ているコンディションにはなります。袖口もですね、本当に若干のスレがあるかなという、それくらいのものになります。ラージ表記で僕がダボット着用できます。お値段が15,800円と消費税です。で、続いてバッグを1点ご紹介いたします。こちらがパタゴニアのタグがこちらにつきます。名作ですね、ウェット&ドライです。そして黒と、パープルの配色になります。はい、コンディションなんですけれども、ちょっと中の、こちらですね、若干ではありますが、加水分解がちょっと進んでいるのかなというコンディションにはなります。まだまだ使用はできるんじゃないかなと思います。こちらでお値段が29,800円と消費税です。続きましてこちらベストを1点ご紹介いたします。はい、こちらエディバウアーのベストですね。サイズ表記がメンズのエクストララージです。はい、カーキのボディで、襟がコーディロイの切り替え、裏地がキルティングのネイビーのカラーとなります。はい、若干のダックのフェードした感じ、いい雰囲気に仕上がってるんじゃないでしょうか。ちょっとハンティングを模したような作りですね。エクストララージで僕が、かなりゆったりと着用できます。
お値段が9800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、エリーボックのジャケットです。サイズ表記がミディアムですね、はい、シェルが 100% ナイロン、ライニングが 65% ポリの 35% コットンのボディとなります。パープルの配色で胸元こちらですね、右側にリーボックの、はい、ロゴマークが刺繍で入ります。パープル、白、ブラックの配色ですね。今の季節にさらっと羽織ってたらイケてる一着だと思います。サイズ表記がミディアムで、僕が若干ゆったり着用できるサイズ感です。お値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、タウンクラフトのタグがつきます。サイズ表記がこちらラージ表記ですね。裏地がボアになってるタイプのコーチジャケットです。でこちらはデッドストックの個体になりますね。保管時の焼けやシミ等もなく、かなりコンディションは良好かなと思います。もうほぼほぼ新品同様で着れるんじゃないかなと。ラージ表記で僕がダボット着用できます。お値段が、9800円と消費税です。続きましてもこちらナイロンのジャケットです、はい、こちらが、フォードのオフィシャルのタグがつきます。サイズ表記がちょっと薄くなっちゃってるんですけれども、エクストララージの表記ですね。裏地が起毛のタイプです。そして、ラインが入ったもうフォードのレーシング系の、はい、ジャケットですね。しっかりワッペンも入ってます。コンディションはトータルで見ると良好かなと思います。エクストララージで僕がダボット着用できます。お値段が 15,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、タグがこちらです、はい、ショットのタグがつきます。サイズ表記はこちらラージ表記ですね。下のタグはちょっと切れかかってしまっております。ショットのダウンジャケットです。80年代頃のボディかなと思います。はい、そしてこちらは、袖が切り離せるタイプですね。ジッパーで着脱可能で、ベストとしても使用できる一着となります。表記がラージです。ラージ表記で僕がダボット着用できます。お値段が9800円と消費税です。続きましてこちらですね、コットンの、アノラックパーカーとなります。タグが下側に、タグ自体はついてなくて、こちら表記だけ入ります。はい、こちらの角度ですね、48と表記が入ってます。大きめのボディです。しっかりオリジナルの紐も完品で、コットンならではのフェードした雰囲気、かなり仕上がってると思います。しっかり古い年代です。5、60年代頃かなと思います。サイズ表記が48で、僕が若干ダボット着用できるサイズ感となります。お値段が 29,800 円と消費税です。続きましてミリタリーのアイテムをご紹介いたします。 US ネイビーのコートになります。はい、こちらサイズ表記がスモールですね。大きめボディ多い中嬉しいんじゃないでしょうか。会計が、こちらは86年と入ってますね。 80s のボディです。そして、コットン地で、いい雰囲気になってるんじゃないでしょうか。ただフェードはしすぎてないですね。さらっと羽織ってるコートがミリタリーものだと、いけてるんじゃないでしょうか。僕がいい感じで着用できるサイズ感です。お値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね、冬の定番アイテムですね。 USMC の、レベル7です。こちらサイズ表記がスモールショートとなっております。コヨーテカラーですね。アーバングレーが、市場としてはものが多いんですけれども、はい、こちらの色チョイスするのありなんじゃないでしょうか。そして、スモールショートですね。大きめのボディが多い中、やっぱりこの辺りは日本人向けのサイズだと思います。僕はでも若干ゆったり着用できますね。お値段が 29,800 円と消費税です。続いても同じ商品です。こちらはサイズ表記がミディアムショートですね。こちらもショート嬉しいポイントです。先ほどのもこちらもコンディションはかなり良好です。
はい、僕がさっきのよりもダボッと着用できます。値段が同じく 29,800円と消費税です。続きましてこちら、レアものじゃないでしょうか。こちらがデッキのオーバーオールとなります。デッキジャケットの下のタイプですね。はい、こちらしっかりバネクラ、古いもの使われてますね。でこちら上の方にこの字止めがあるので40年代頃のボディじゃないかなと思います。しっかり古いボディですが、コンディションはかなりいいですね。ダメージ等は見受けられないです。はい、この辺りチョイスするのかなりおしゃれな方が、着こなせそうですね。難しいアイテムかなと思います。ミリタリー好きの方ぜひ、おすすめですね。お値段が 15,800 円と消費税です。コンディションがめちゃくちゃいいですね。続きましてこちらレザージャケットを1点ご紹介いたします。はい、こちら上のタグ自体は、欠損してしまってますね。はい、サイズ表記が38です。そしてこちら、肩にですねルイスレザーのワッペンが入ります。でルイスレザーだとは思うんですけれども、ちょっと調べた感じこのモデル名が出てこなくて、スーパーモンザとかに似てはいるんですけれども、キルティングが袖の方まで入った珍しい作りなんじゃないかなと思います。はい、年代はそこまでは古くなさそうですね。38で僕が、いい感じのサイズ感で着用できます。お値段がこちら 59,800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、スーベニアジャケットスペシャルです。はい、サイズかなり大きめですね。フロント A 面は、タイガーとこちらイーグルが入ります。はい、インパクトあっていいですね。でそして、バックにジャパンと、トラのタイガーの刺繍が入ります。はい、で B 面ですね、こちらが赤が若干フェードしたような、でキルティングが入るタイプですね。イーグルと、日本の地図と、コリア韓国の地図が入ります。でイーグルとタイガーですね。若干リブに、小穴が見受けられます。古い年代のスーベニアだとやっぱり、この辺りは仕方ないのかなと思います。トータルで見ると全然コンディションはいいと思います。こちらサイズがあったとすると XL アップありそうです。僕がかなりダボッと着用できます。お値段が 158,000円と消費税です。続いてこちら本日もリーバイスのジージャンですね。はい、サイズ、こちらパッチは取れてしまっててサイズ表記は見受けられないですね。そしてこちら赤タブはスモールイです。ただインディゴの染料の年代なんじゃないかなと思います。はい、でこちらもいい雰囲気に仕上がってるんじゃないでしょうか。首元ががっつりリペアで叩かれてますね。はい、サイズ表記は見受けられませんが42程度だと思います。僕がゆったり着用できます。お値段が 17,800円と消費税です。続いてこちらですね。はい、かなり珍しいタイプのジージャンです。パッチ表記がこちら70506四つポケですね。でストライプの品番の1616が入ります。サイズ表記が42です。Gジャンではありますがストライプの折りが入ったタイプです。はい、オレンジタブですねこちら。かなり物としては珍しいものとなります。人と違ったアイテムを探している方にぜひおすすめのアイテムですね。サイズ表記が42です。僕がこちらもダボッと着用できます。お値段が 39,800円と消費税です。で続いて本日のスペシャルですね。はい、かなり色味がどす黒いものとなっております。コンディションバキバキですね。でこちら、リーの三角タグです。 11J サイズ表記が44のレギュラーです。そしてこちらピスネームにレジスターも MR も入らない三角タグ、60年代前期頃のものかなと思います。はい、ほぼほぼワンウォッシュツーウォッシュとかそういった程度ですね。リーではありますが、かなり古い年代になるとこのようなどす黒い色になります。リーバイスとはまた違った色に仕上がると思います。
で、サイズ表記が44です。僕がかなりタボット着用できます。大きめでこのミントコンディションなかなか出ることはないと思います。三角タグの年代もかなり短いものとなるので、ものとしても少ないですね。お値段が158,000円と消費税です。続きましてパンツ類のご紹介です。はい、こちらコーデュロイのパンツですね。こちらラルフローレンのタグがつきます。サイズ表記がこちらウエスト36のレングスが30です。コンディションはめちゃくちゃいいですね。太めのコーデュロイで張りがまだまだ、はい、残ってて、ツヤっとした色味のネイビーです。で、実寸サイズがですね、こちらは、36、ニックですね。ウエストが縮ん、レングスが縮んで29となっております。お値段が、7,800円と消費税です。続いてこちらミリタリーのパンツですね。はい、タグがこちらウエストが34、レングスが31です。そしてもう定番アイテムですね、ベイカーパンツです。ボタンフライのタイプで、フェードが進んだいかにもミリタリーといった感じに仕上がってますね。サビ汚れがポツポツとあったりします。ただミリタリーアイテムこれくらいやれてた方がやっぱり古着らしくてかっこいいと思います。実寸でウエスト32、レングスが30です。お値段が9,800円と消費税です。続いても同じくベイカーです。はい、こちらですね、サイズ表記はこちらは、ちょっと見受けられないですね。はい、先ほどのものより年代は新しいものかなと思います。ウエストかなり太めのものになりますね。はい、状態も同じぐらいだと思います。ウエストが35インチ、レングスが32インチです。もちろんジャストの方おすすめですし、デカバキもありだと思います。お値段が9,800円と消費税です。続いてこちらですね、リーバイスの、はい、ボタンフライのこちら501です。で、こちらは、ウエストが30、レングスが32で、スモール USA 製の90年代頃のボディですね。しっかりこちら、シールも残っているデッドストックの個体となります。もともとこのくらいの色のものかなと思います。ウエストがデッドなので変わらず30、レングスが32です。はい、お値段が 29,800円と消費税です。続いてもこちらですね、はい、同じく501です。先ほどのものよりは色味は濃いですね。ウエストが30、レングスが34です。はい、でスモール E 同じく USA 製のものとなります。はい、年代ヴィンテージアイテムの中では比較的浅いものではありますが、やっぱりデッドストックの個体は減ってると思います。変わらず3034です。お値段が同じく 29,800円と消費税です。続いてこちらですね、めちゃくちゃ雰囲気が、抜群ですね。こちらは、42タロンジッパーフライですね。505です。で、パッチは欠損してしまってますね。赤タブも欠損してます。ポケット裏はシングルステッチです。で、耳裏ですね、こちら片耳の個体となります。はい、シングルステッチで、シングルステッチですね。こちらは、ビッグEの年代に差し掛かるとかそれくらいかなと思います。はい、そして、ベロアのパッチワークと股下もそうですね、はい、リペア兼、パッチワークでちょっとヒッピー調に仕上げられた一点となります。はい、ウエストサイズが33です。レングスが31ですね。このあたり、好きな方多いんじゃないでしょうか。お値段が 39,800円と消費税です。続いてこちらはリーですね、はい、同じくパッチワークが施されたものです。で、こちらは、セミオートのタロンジップが使われてますね。こちらしっかりレザーパッチ残っていて、ちょっとピスは、読み取れなくなってしまってますね。ただ70年代頃のものかなと思います。はい、
こちらもかなりカスタムが施されたものとなります。70年代頃で、もうちょうどヒッピー文化が栄えてる頃とかの、当時もののカスタムなんじゃないかなと思います。雰囲気抜群ですね。こちらは、耳はつかないものですね。はい、でウエストサイズが33、レングスが、30になります。はい、お値段が59,800円と消費税です。で続いてこちらですね、はい、ヴィンテージのリーバイスとなります。こちらは、ボタンフライの501ですね。でそしてこちらパッチ残ってるんですけれども、表記のところがこちらは切り取られてしまっているのかなと思います。赤タブスモールイでシングルステッチですね。66前期の年代のものになります。サイズ表記切り取られてしまってるんですけれども、内タグですね、こちらウエストが42インチ、レングスが30インチとなります。はい、75年と入ってますね。オリジナルでこのサイズバランスなかなか見ることはないんじゃないでしょうか。コンディションもかなりミントコンディションです。毛羽立ちがまだまだあって色味も濃いですね。実寸サイズでウエストが39インチです。レングスが28インチになります。はい、なかなか大きめに探している方、こちら、かなりおすすめのアイテムとなります。お値段が158,000円と消費税です。サイズが大きい分ちょっとお安めかと思います。続いてこちらですね、はい、ボタンフライのこちらは501になります。はい、そしてでこちらは、リベットの隠しリベットの付くダブル X の年代のものとなります。こちらはパッチは欠損してしまってますね。でこちらはしっかり赤タブ残ってて片面タブのものとなります。そして、全体的にこう見ていただくと、全てイエローステッチが採用されてますね。で、47年か46年のものと断定できると思います。そしてこちらですね、持ち出しがこちらしっかり縫製されてます。切りっぱなしだと46モデルになるんですけれども、こちらはオールステッチでしっかり縫製がされている47年のモデルとなります。やっぱり4647は、ほぼほぼテーパードしない、ドストレートのシルエットです。かなりお好きな方多いんじゃないでしょうか。バックのアキュエイトのこの面子が抜けた感じもハマる方多いと思います。レングスはしっかりオリジナルです。実寸サイズでこちらウエストが31、レングスが30です。ダメージもほぼほぼないですね。リアルに履ける47モデルです。はい、お値段が298,000円と消費税になります。本日の商品紹介は以上となります。11月に入って、寒い日々が続くと思いますが、店頭でもお待ちしております。よろしくお願いいたします。